津波の影響で完全に冠水状態、全域、冠水状態、使用不可です。どうぞ。確認できます。了解です。10 years after the Fukushima disaster, scenes like these are still hard to watch. The 2011 earthquake and tsunami devastated northeastern Japan, killing more than 15,000, leveling more than 120,000 homes, and costing upwards of $200 billion in damage. The force of the blast disagrees with the official line that the reactor itself survived. Inconceivable. 10 years later, the scars of the earthquake and nuclear disaster are still visible. Today, the population of Fukushima Prefecture remains 180,000 less than before the triple disaster. Vice World News traveled back to Fukushima weeks before the 10th anniversary to meet some of the people who, despite it all, refused to leave. This is Namie Town, 20 kilometers from the Daiichi nuclear power plants, the site of the second worst nuclear accident in human history. Before the disaster, some 21,000 people called Namie Town home. Today, the population is little more than 1,200. We're on our way to meet Yoshizawa-san, who owns a ranch here in Namie Town. And he was one of the very first residents to return to the town, even though it was still declared unsafe. And we want to ask him what made him take that risk, why he returned, and what he thinks of Namie Town 10 years from the disaster. Masami Yoshizawa used to be a dairy farmer. Then radiation from the nearby nuclear plant sickened his herd. He has 257 cows remaining. All of them are too radioactive to consume their meat or milk. Yoshizawa-san が避難している間、動物たちは、牛はどうされたんですか？この330頭の牛がね、取引先から全部キャンセル、持ってこないでくれと。放射能浴びたからもう持ってこないでくださいっていうキャンセルを食らうんですね。で、会社の社長もですね、もう全部終わったと。もういいから、もうとにかく終わりだと。逃げろということでね。まあ、ほとんど20キロ圏内即避難ということになったんで、もう繋いだまま逃げると。ですから、その酪農家の牛舎はつないだままその牛たちがやがて餓死をすると。水がない、餌がない、死んでミイラになるわけですね。3月17日、8日まで1週間ほどこの牧場に残っちゃったんですよ。つまり当時は330頭の牛がいたんで、この牛の世話があるということで、まあすぐ避難するとかできなかったんです。それから国は生き残った家畜を処分しろという命令指示を出したんですね。もうバリケード封鎖ということが4月の22日、行われたんで入れない、世話ができないということで、まあ、ほとんどの農家さんは、まあ、その殺処分の国の指示にね、まあ、従うしかなかったということで、ずっとその野良牛、離れている牛たちを捕まえて殺すという作業が行われていました。だから、原発から20キロの警戒区域というその封鎖されたラインの内側はね、餓死と殺処分しかなかった。牛を見捨てて置き去りにして餓死させて、もう牛飼いの道にはもうそういうことは戻れないということなんね。僕らは牛を長く飼ってきた牛飼いだから、レコヤだから、牛と共にと考えた。牛の世話を続ける。国の方針には従わない。Yoshizawa made a small museum
dedicated to his traumatic memories. こういう骨だらけの酪農家の牛舎の中で一匹だけポツンとね残ってた。ここから離れなかった。でこれを助けてくれという話になって、じゃあうちで引き受けましょうということで、警戒区域で、全滅していったホルスタインのね生きの最後の一頭の生き残りな。でまだ残ってる。今も生きてる。水が停電で飲めないんで牛舎から牛を離しました。ね。もうこんないっぱい牛がいたんですよ、うん、こんなに牛たちはね僕たちが届ける餌をねずっと待ってたんです。この牛たちに3日に1度、警戒区域の機動隊が作ったバリケードを壊しながらね僕らトラックで乗り込んでバリケードを壊してどかして牛たちに餌を届けた。だから牛たちは生き残れた。で1年後です。牛たちの体にねこういう模様が出始まっちゃった。黒毛和牛の体にね白い斑点模様が出てきた。なぜかというとこの放射能まみれの草を食べる。で1年後にこういう模様が出た。メラニン色素のね突然変異なんです。黒毛和牛の毛の色黒です。それから地肌も黒です。なのにそこだけ色が白く変わっちゃう。こういう牛が20頭一斉に、事故から1年後ね出てきた。この牛はまだ生きてるんですか？生きてます、うん。ひどいような命の扱いをすると心にも深く傷を負ってしまうんだということだと思うんですね。トラウマというか心の傷はいつまでもねやっぱり残っちゃう。東京電力の賠償のお金なんかをね賠償金なんかを崩しながらこの人たちの世話を続けていると。これは何年維持できるかって言ったらねやっぱり相当やっぱりちょっと自信はないんですよ。僕はここからねどっかに行っちゃおうとかいう考えを持たなかったんだね。まあ、ここをふるさとと思う。その最後の場所としてこの牧場で俺も人生終わろうと思ってる。これ牛の背骨の骨ですね。あ、はい、これにこういうふうにつながるわけです。ここに胃袋が内臓がこうある。これは牛たちを弔うお墓の看板です。おば牛って言うんです。おば牛、おばけの牛、死んでおばけになっちゃったと、うん。で、まあこの牧場の中をその魂がこう漂ってるんですよと、うん。The soil surrounding Yoshizawa's ranch is still contaminated by radiation, with some locations measuring above the international safety threshold. 1.4 地面から 1メーターの高さで 1.4本当にやっぱり良くないですよこれは、うん、いい場所ではないんです。じゃあこういう数字を見ますと、うん、やっぱりあるなっていう感じですよ、うん。これを地面の下に持っていくとまた上がるんですよ。あ、2とか、うんうん。浪江町の中で、うん、一番数字が高いところってありますか？いやもうすごいところあるよ、うん、6とか7マイクロシューベルトとかそういう場所は山の方のねすごい放射能を振ったところあるんだよね。ですから除染作業をしてないんです。ここはそっくり事故の原発の放射能がこの降り注いだそのままの土地なんで、そのままの草がずっと生えてるんですね。本当にこのふるさと浪江町にルーツ根こそぎ奪われたわけですよ。ここから追い出されよそにみんな散り散りになっていった。で戻ってこない方たちも、うん、もう戻ってこない、うん、戻ってこないですよ。子供たちもいない、ほとんどいない。 This was once Ukedo Elementary School. On March 11th, 2011, the school was hit with a two-story tall wave as the tsunami moved inland. Nearly 100 students and teachers were in the school when disaster struck.All escaped with their lives. One of them was Shinichi Sato, a former teacher. ちょっと震災でこの場所が津波で
大きな被害を受けた時の時間を表しています。学校の中にその、配電盤があって時計をコントロールする場所あるんですけども、津波でそれが壊れた時に止まった時間なので、この請戸地区は2時46分にこの場所が一番津波を襲われたと。この時計を佐藤先生が見ますとどういう気持ちになりますか？そうですね、あの時もやはりこの時間帯的にもこの3時46分という時間にはちょうど私たちあの山の方にもう逃げて登ってた時間帯でしたから、ここにいなくてよかったなと思います。そのおかげで命が助かったわけなんですけども、ただあの時間にこの地域にいた人が200名近くあの命を落としてますので、やっぱりその震災の地震からちょうど1時間経ってるんですけども、うまく逃げられなかったのかなって、やっぱりこう今思い返しても、ですね、これは震災直後のそのままの状態です。片付けないで、それ今度以降に震災以降として見てもらえるようにはお話をしたんですけども、じゃあずっとそのままにそのままです、もう10年間あのままになってます、ものすごい波の強さで近くに行ってもらうともっと分かるんですよ。天井まで挟まっているような状態ですから、これはこの学校の残す意味、その津波の強さとかっていうのはこれで分かるかなと思います。佐藤先生はこの建物を一生建ててほしいという気持ちはありますか？やっぱり震災遺構として地域の人にとってこの建物があることで、この一変した風景の中でも当時が分かる建物はここしかないので、やはり大事にこう思っててくれる、残してほしいなと思います。これは、震災の日に、98人の生徒たちがいたと思うんですけど、皆さんどういう流れで避難できたんですか？地震になった時に地割れの心配があるのでこの場所に集まったみたいです。で、私はまだ校舎の中点検してたもんですから降りてこなかったんですけど、ここにみんな集まって、で校長の指示で見えないですけど大平山って山があるんで、この沖があったんですけども、そこに向かってその校舎が出て田んぼの道をずっと突き当たりまで行って向かったっていう形で、ですからもう一斉に子どもたち全員で山に向かって歩こうっていう形で避難しました。Shiichi Sato now teaches at a newly built school that opened 3 years ago to a student body of just 30 children. おそらく最初の頃は学生さんたちもあんまりいなかったと思うんですけど、生徒のいない教室で教えるのは寂しさを感じました。そうですね、やはりその前まで福島でこう兼務って形で勤めた時は30人の学級40人の学級でしたので、活気がありますし、いろんな子たちがいるんですけども、教室に入ると私来た時は机2つだけなんですよ子どもたち2人と担任だけでこの広い教室でやってたので、超アットホーム的な世界ですけども、本当に普通の小学校のいろいろこう喧嘩したりとか、そういう心の葛藤なんてはない状態でしたから、それがいいのかどうかは難しいところかなと思いました。これはやっぱり、子どもたちも増えてはきてますけど、まだまだ全然子どもたちの数は足りないところなので、何よりもやはり子どもたちが放課後自転車とかに乗って遊びに行けないんですよね。結局獣もいますし、暗くなれば人でも少ないですし、で登校してくるのもみんなスクールバスなんですよ。この我々は子どもの頃って放課後終わったら校庭でわーっと遊んで地域の子たちと遊んだりっていうことがあったのが一切ないんですね。そういう状態になってしまったっていうのは震災後からですから、やはりその辺がこう子どもたちとてもかわいそうかなと思いますし、そういうのを経験できない子ども時代っていうのもなんか寂しいなと思います。放射性中毒を恐れていた方たちは中にはいましたか？最初の頃はやはりこう水とか気にしていた方いたんですけども、やはり細かくモニタリングしていただいて、そういうデータが出ているので、ここ最近は全然いないです。牛乳でも水でもちゃんと水道を使ってますし、あと魚介類が上がってくるものもちゃんと検査してもらっているので、今町に住んでいる方についてはその辺は意識しないで安心して生活されているのではないかなと思うんですけども。
じゃあ浪江町はもう安全な場所、まあ、まだ廃炉作業の建物はありますから、今回みたく地震が起きたことによってまた何が起きるかはまだ分かんないですけども、とりあえずある程度落ち着きつつはあると思います。でも完全に安全とは言えないと思います。これは The disaster was a decade ago, but that doesn't mean Fukushima stopped experiencing earthquakes. Just one day before we arrived, a huge 7.3 quake shook the prefecture. It left the region without power, killed one, and injured dozens more.So this is the wall of the hotel that we're staying at. And as you can see, some of the wallpaper has come undone from a 7.3 shake that happened just a few days ago. And as you go further down the hallway, it gets even worse. Here's another crack. And further down here, you can see some of the plaster that's come down from the ceiling. Yeah, just right here. And the fact this happened,Just a few days before the 10-year passing since the triple disaster on March 11th, 2011, I think served as a reminder of just how tragic events were 10 years ago. Despite all of this, life is slowly returning to Namie Town. Tsukasa Yamada was drawn back home to take part in the reconstruction efforts. His daughter was born right after the disaster. He sees this as a fresh start for his family.子どもの健康に関して、放射性中毒の恐れはありましたか？不安ではありますかね。ただ不安だから何をしてるっていうわけでもなく普通に生活はしてますけど、まあ、子どもが大きくなった時に影響が出るっていう話も聞いたりもするので、まあ、そういうところでは大人になったらどうなのかなっていう不安はありますね。福島県から来てるっていうことで差別は受けたことはありますか？あ、それはもちろん、ね、福島県民なのって大丈夫なのってもう自分自身がなんか自分自身が放射能みたいな扱いをされるみたいなことは、まあ、なくはなかったですかね。どこで経験されたって？私が最初に避難したのが新潟県だったんですけれど、そちらでやっぱ福島ナンバー、車のナンバーがなので福島から来てるのみたいなことをこう、ね、遠目で言われたりはしましたね。まあ、今のそのコロナじゃないですけど、やっぱコロナ治ったとしても、あ、この人コロナだったんだなって思うのと同じで、この人は福島から来たんだなって思うのはやっぱ当然、まあ、人間の思考としてはま当然かなっていうところだとは思いましたね。浪江町と山田さんの人生や生活に関して夢や希望はありますか？ありますね。やっぱり浪江町がもともと結構2万人って人口もいて、それに近づくように、なんか私たち今いる人たちが努力して復活していければなっていう希望はありますね。But as the town looks to rebuild, an ominous reminder of the dangers remain in plain sight. The TEPCO-owned Daiichi nuclear plant, which can be seen from Masami Yoshizawa's ranch. これです。はい、見えました。ここから何キロぐらいなんですか？14キロですね。14キロ。直線14キロ。はい、これです。あ、すいません。まあ、僕はあの3月17日なんですけど、自衛隊 その原発上空の放水作業を見ようと思って双眼鏡でですね、自宅の2階から見ていたんですよ。もう原発から噴煙が上がっているのを見たということで、ね、思ったのは、多分あそこで自衛隊と消防隊が死んじゃうんじゃないかと、死ぬんだと、その最中ね、東京電力の人たちは撤退ということで、第一原発からあの第二原発の方にほとんど撤退で逃げたんですね。だから僕はね、もう1週間ぐずぐず残っていたんですけど、その時決めたんです。この野郎と、もう許せないと、東京電力ね、自衛隊が頑張ってる時もう逃げるのかと、僕の残り生涯の時間をかけてでも、もうこの原発と戦うと、反原発で行くんだということを、おのずと決めたんですね。もう残りの人生をそれにかけようと、原発を終わりにする時代のためにここで牛を世話しながら、自分の存在意義はそこにあるんだと。米が売れない、野菜が売れない、家にも帰れない、
私の浪江町はチェルノブイリなんです。皆さん、福島の原発の事故は東京の明日を意味してるじゃありませんか。400軒の和牛農家のみんなが牛を置いて逃げるしかなかった。戦い続けよう。未来のために、子供のために、我々のために戦っていこう。負けるわけにはいかない。餓死させた農家の皆さんはね、実はこの牛たちの残ってる姿を見たくないんだよ。見ると当時のことがやっぱり思い返されちゃう。だからこの牛たちは見たくないんだよ。ね。だけど彼らは、僕は間違ってないと思う。やむを得なかった。あの時もうそうするしかなかったということなんだ。世話してる牛なんかさ、どうしようもなかった。だからごめんなさい、牛さんごめんなさい。人間が生きるために牛さんもうそこでミイラになってごめんなさい。だからもう二度と牛はできない。で、彼らは間違ってないんです。それから国の指示に従って飼っていた牛を、自分の牛をはい殺してくださいって同意した人じゃない。間違ってないんです。間違って。で、俺たちも間違ってない。正しさなんて一つじゃなくて、なんいくつ通りも正しいんだよ。それを10年経ってね、やっぱりもう感情的な言い合いではなくてね、やっぱり認めるしかないんだよ。お互い正しさは何通りもあって、それをお互いが認め理解し合う、そのもうその10年だった。This is Futaba, a town only 4 kilometers from the nuclear power plant, where time seems to stand still. This is the main street here. Futaba is still inside what Japanese officials declared a difficult to return zone.Meaning radiation levels are too high to allow people to move back. There's a term in Japanese, shoganai, that is often used to acknowledge conflict or pain. The Fukushima residents we spoke to paid respect to their past in this way. As you walk through the town of Futaba, you can still see the remains of the triple disaster 10 years ago.The buildings haven't been replaced yet, and the destruction serves as a reminder of the tragedies this town faced. Even as some residents hope for a brighter future, they live with the past because it's... しょうがない.